どうも皆さんこんにちは。チャックバスです、えー、本日はですね。こちら。株式優待チケットについて解説していきたいと思います。で、この株式優待チケットなんですけどもまあ、これは何かというと、えー、株式あの ana のね。予約一般の普通の航空券買うときに株主優待割引運賃っていうのはねまあ、見たことあると思うんですけどもまあ、そちらの運賃で購入した。 時にこのチケットが必要になる、まあ、このチケットがあると、まあ、その価格で飛行機に乗れるっていうものなんですよね。でこの株主優待チケットはじゃあ,あのどうやって手に入れるかというと、まあ、これ株主優待チケットなんで ANA の株を買うことによって100枚に対して1枚もらえます。でこちら1枚で国内の片道分のチケットの利用となりますのでもしね往復し の利用となるとね、これもう1枚必要になりますので、まあ、それも合わせて覚えておいてください。で、100枚で1枚、200株で2枚みたいな感じで、まあ、400株まで4枚100株ずつもらえるんですけども、これ以上いくとね、ちょっとね、200枚に、200株に対して1枚だから、ちょっとね、枚数が減りますので、最大限お得に持ちたいという方はね、400株までにしといてください。で、じゃあこの ANA の、ね、株主優待チケットは、 えー、ANA の株に買って取得すすることができままいう話をしましたよね株主じゃないと使えないんじゃないかって思う方多いかと思うんですけども誰でも使えるんですよこの株主優待運賃っていう運賃はですので、えー、これを持ってる方は誰でも利用できるっていうことでこれは金券ショップとかね、えー、ヤフオクとかでもね普通に売ってる商品なんですよねで、えー、1枚の相場はたいまあ5000円前後ぐらいになっておりまして まあ金券ショップでで購入すすることができますで今回ねこのチケットも私ヤフオクで買ったんですよねでなぜ買ったかっていう話をねちょっと合わせてしていきたいんですけども私はダイヤモンド修行の一環で東京から今月東北に行く予定があって、まあ、それで利用するんですよねで普通運賃で往復のあの算出したら4万6,000円だったんですよ 東京、東北往復が「高え!」と思って <laughs> 普通の ANA の便って結構高いじゃないですかいつもねマイルでしか移動しないんであの飛行機って結構手軽な印象がもうマイランの人はあると思うんですけども、えー、高いなと思ってで株の優待運賃を見たら2万円2万ちょっと2万円ちょっとぐらいだったんですよねあこれは2万円以上ね支払いの差が開いてる。 ってことはこれを仮に往復のチケットを買って、まあ、これが1万円になったとしても、まあ、十分元は取れるなと思って、まあ、今回ヤフオクで2枚で8200円ぐらいで買ったんですよね、まあ、ちょうどねこの有効期限が結構来月の終わりで、えー、もう持ってる方はね早く手放したかったんでしょうね、まあ、4あ四千8 0 0 0円ちょっとでね購入できたので、まあ、本当に普通の運賃で買うより、まあ、はるかに安い運賃でね まあこのチケットがあるとまあだいぶ安い運賃で乗るることができるんできんすよねでさらにね、えー、このメリットを話していきますとこのチケットがあるとまあさっき言ったみたいに料金が安くなるプラス便の変更やキャンセルが無料なんです。 すごくないですか <laughs> まああの ANA のねスーパーバリューとかありますよね早めに予約するといくらみたいな運賃がまああ,のああいうので予約すると、まあ、基本的に60%取られますよねそういうのがこの株主運賃っていうのはない,ないんですよねですんで、まあ、気軽に予約すすることができますよね。だからこの SFC 修行とかに考えてみると、まあ、週末とかね、えー、価格の傾向が上がりやすい え日にちとかねあと、繁忙期しか利用できないみたいな人はね、あのー、ま、あの、枠があるんで、一概には言えないんですけども、まあ、安く済むっていう方が多いです。でも、これね、たまに、この株主優待運賃より、普通運賃の方が安かったりする時きも、まあ、ごくま、まあ、そんなにはないと思うんですけども、たまにあるんですよね。まあ、それだけ頭入れといていただけたらなと思います。で、あとね、この、 株主優待運賃は空席があれば当日でも利用できるんですよねですのでまあ思い立ったらみたいな感じで、まあ、修行することもねもちろんできますしねで普通席ありますよね ANA のでプレミアムクラスってもう一個ありますよねちょっといい席 <laughs> 食事とかね出てくるような席なんですけども、えー、そちらがたまにね安い路線がこの運賃だと出てきたりします っていうね、メリットが、えー、この株主優待運賃に、で、買うと、まあ、あるっていうことなんですよね。で、これの使い方なんですけども、まず、ANA のホームページで、普通に、まあ、運賃出してもらえれば、絶対ありますんで、株主優待運賃っていうのがあります。で、支払い期限までに航空券を購入します。で、株主優待番号とパスワードを入力する。 それ,それでスキップサービスも利用できて登場するっていう流れなんですけどもあの航空券を購入すするときにこのチケットでいいらないんですよ要はチェックインする際にこれがあれば OK ですんでだからもう事前にあの準備する必要はなくて飛行機に乗るとき、まあ、チェックインする時までにこれがあればいいということで。えー 1>, まあ1週間後とかにね修行したいって思った時にあ会社の帰り道に金券ショップでこれ買って乗っていこうみたいな時は先に予約して後からこれを、えー、株主優待チケットを購入して登場するみたいなね利用の仕方ができます、えー、いかがだったでしょうか、まあ、今回はですね、まあ、株主優待チケットに、えー、ついて、えー、動画撮らせていただきましたけども、まあ、やはりね あの SFC 修行で、えー、あんまりねあの予定が分かりづらいとかね結構急に予定が変わるなんていう人は、まあ、この株主優待チケットはねあの結構有効なんじゃないかなって個人的には思いますんであもしね、まあ、今から SFC 修行されるって方はまあ少ないかもしれないんですけども、まあ、でも私も10月から始めたんだね、まあ、まあ私の場合は国際線でしたけどもまあ なくはないです。ないと思うんですけども、まあ、もしよかったらね、この株主優待運賃もね、ちょっと視野に入れて、まあ、価格見ていただけたらなと思います。まあ、もちろんね、来年度、えー、来年以降ですね、2020年度以降ね、もし SFC 仕様でね、もし使ってみたいなっていう方は、ぜひ、あの、メルカリ、あ、メルカリじゃない、ヤフオクとかね、金券ショップで売っておりますので、ちょっと見ていただけたらなと思います。で、ちなみになんですけども、金券ショップで買うより、 ヤフオクで買った方がはるかに安く済みますやはり、あの、金券ショップ、ちょっと値段高めですね。まあ、今回私、これ、えーメルえー、ヤフオクで買ったんですけども、まあ、2つでね、8250円ぐらいだったと思うんですけども、金券ショップだと普通に1万って言われたんで <laughs>、高えな。<laughs> ちょっと、ちょっとヤフオク見てみようかなと思ったら、ヤフオクの方がね、やっぱり安かったんで、まあ、あの、好みは分かれると思うんですけども、まあ、ヤフオクの方がね、 若干安めに購入することができます、まあ今回はねこんな感じで終わりたいと思いますこの動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでよかったらフォローとチェックしていただければとても嬉しいですで私のチャンネルではですねこういう SFC 仕様のこともね、えー、たまに動画にしたりしています。まあ、もともとはね、私今、ダイヤモンド仕様中なんですので、どっちかと,いうとダイヤモンド仕様のね、えー、登場レビューの方が多いんですけども、えー、ANA とかね、ANA マイルに関すること、あとお得情報、クレジットカード、飛行機の登場レビュー、えー、ホテルの宿泊レビュー、私の大好きな街、ニューヨークの街なんかもね、紹介しております。もしよかったらね、ぜひチャンネル登録、お願いいたします。えー、それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 Live it up, live it up.